ダチョウ肉の味噌漬け。まずは材料紹介です。ダチョウ肉、こちらはフィレ肉でももも肉でも構いません。漬けダレの材料です。味噌大さじ4、みりん大さじ2、玉ねぎ半分、生姜1かけ。次に付け合わせの材料です。長ネギ、クレソン、いりごま、ごま油。まずは仕込みをしていきます。玉ねぎをみじん切りにします。生姜をすりおろします。味噌とみりんをボウルに加えます。そしてボウルの中身をよく混ぜます。ジップロックに漬けダレを半分入れましょう。水分を拭き取ったダチョウ肉を入れてください。残りの漬けダレを入れて肉がよく浸かるようにします。ジップロックを冷蔵庫に入れてください。12時間後、肉を取り出して水洗いした後、水分を拭き取ります。30分ほど常温で放置します。それでは焼いていきましょう。熱したフライパンに油を引き、お肉を入れます。1分経ったらひっくり返します。もう片面も1分ほど焼いたら、側面にも焼き目をつけます。全面に焼き目をつけたらフライパンから上げましょう。アルミホイルで10分ほど保温します。次に白髪ネギ作りです。長ネギの白いところを使いましょう。切れ目を入れて開き、芯を抜きます。まな板に押し付けて細切りにします。水に5分ほどさらしましょう。水にさらしておくとネギの辛みが抜け、盛り付けの時に立体感も出ます。ペーパータオルでしっかり水分を取りましょう。仕上げです。保温しておいたダチョウ肉をお好みの大きさにカットします。ダチョウ肉を盛り付けましょう。白髪ネギをふんわりと高く盛り付けてください。クレソンを盛り付けます。最後に白髪ネギに煎りごまとごま油を適量かけて完成です。この動画ではごま油は後ほどかけました。